今日はみんなに聞いてお仕事がある。何でございましょうか。タイヤカバーを取り付けるのだか、うん、なんていうのかな、チャリティー、チャリティー、売上の一部が、はいはい、コロナの動物救済に充てられる。へえ、いい取り組みじゃないですか。そうそう、なので今日はちょっとしんみりとスタートさせてもらうけども、はいはい、ちょっと簡単に説明すると、はい、T シャツ、この T シャツをね、はい、デザインと販売してくれた、はい、ジムガキチャンネルさんが、はい、オートルビーズさんという、はい、メーカーさんとタッグを組んで、はい、ジムガキチャンネルさんがデザインしたタイヤカバーを、はい、オートルビーズさんが作って販売している、うん、でその売上金が一部、うん、はい、アニマルドネーションという動物救護団体かな、はい、そこに寄付される仕組みになっているんで、今回コロナの頃でね、はい、騒ぎで困っているのは人間だけじゃなくて、はい、当然飼い主がね、うん、苦しくなって、うん、動物を飼ってられないとか、あ、そういうことなんですね、うん、もしくはこの飼い主さんがやっぱりコロナかかってしまったら、はい、家に不在になる、はい、入院とかしなきゃいけないから、はい、でそういう動物たちを救おうというプロジェクト、うん、なるほどね。でとりあえず、はい、タイヤカバーを、はい、後ろにあるので見てみよう、はいはい。オートルビーズさんの、お、おしゃれなあれですね。で、時代ですね。タイヤカバー、俺は3つ用意したんだけども、はい、3種類今つけるから。3種類あるんですか。そう。へえ。こういうステッカーね。はい。お、動物の、まあ、うわ、すごい、なんかおしゃれ。ついてくるので。はい。あ、これ伝票だ。なんで。というわけでカバーを、デザインがね、非常におしゃれで。あ、でしょうね。そうそう。でも今のステッカーもめちゃめちゃおしゃれだったんで。え、どっちかな。うわ、何それ。どっちかな。え、どっちかなじゃないよ、もうそれ、うん、あれ、こっちかな。違うわ違うだろすいません、かぶせるな。はい、ありがとうございます。これカバー、ほら、うわ、え、タイヤにタイヤですか、それ。そう、タイヤのデザイン、おしゃれでしょ。あー、僕ね、そうさか、街でジムニーって書いたなんかタイヤカバー見たことあるんですよ。あ、あるある、そういうのある。あ、あれはあれも、あれは多分スズキのオプション。あ、鈴木オプションで。そうそう、ああいうのをそこで個性をいろいろ出せるので、はい、なるほどね、うん、で、非常に簡単だから、はい、とりあえずつけてみると、うん、やってみるぞとりあえずつけてみるぞって、いや、そこじゃないよ、違う違う、入らない、破れちゃう、やめて、破れないのかい、ここ破れないのかい。あ、そうか、タイヤ同じサイズだからか。どうやら場所を間違えてくる。うるせえよ、ほんとそこじゃないって俺言ってたじゃないですか。でも入るんだね、これでも全然入るんだね。いや、それあんま大きくないんだよ。そうなんだ。とりあえずこれ。へえ。まあカバーをかぶせるだけなのでね。あ、でもそういう感じで、すぐつく感じ。ん、素材どんな感じなんですか。なんかシャカシャカ言ってますけど。あ、ね、なんて言うんだろう、合皮。あ、合皮的な。あ、なんかちょっといいですか。あ、でも本当に、あ、しっかりした、あれですね、うん、合皮なのこれ。なんか革っぽい感じもするけど。あー、めちゃめちゃ可愛いっすね、うん、なんて書いてんのかな。マイルドスピード。いや、書いてない。外すのも簡単だから、飽きたら外せばいいんだよ。あれ、それなんかあれですか、ゴムみたいなのが入ってて、うん、もう、はめ込むだけみたいな感じですか。そう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 。で、ここでさらに調整もできるので、タイヤサイズによっては。あ、どれ。あ、それで調整ができる。調整できる。あー、なるほどね、うん、あー、で、これもね、はい、また種類が違うんで。いやいや、捜査官、もういい加減してくださいさっき似たような僕やったからな一応どっちか使うかも。どっちか使うか、両方使わないのか。これはまだ違うデザイン。違う。お、これは、はい、これはこっちの方がいいかもしれない。どういう、ちょっとつけてみてください。あ、お、いいじゃないですか。なんかちょっと、男らしさ、ちょっとメンズはこっちの方が かわいいかな、いいかなっていう。うわ、いいじゃないですか。これは結構目立ちますね、街中走ってても。真ん中なってる。はい、なってますね。あ、これいいよ。
何がいいってめちゃくちゃいいですね。じゃあなぜ俺がこれが お気に入りかというと、はい、俺のタイヤがほらでかいからね。ちょそういう意味でデザインがオイルデザインがマッチしてる。あこれあんなでしょ、レンコン系でしょ。ああ確かに。でほら自分のホイールに合ってる。はあはあ、そういうことね。うん、でもう一つ、はい、あ3種類のこれが3つ目ですね。そうそう、もうちょっとめんどくさいから上からかぶせるから。うそー、あでも上からでもかぶせられるんだね。マトリョーシカみたいなね。うんロシアのね、マトリョーシカね、まあ、めくってもめくってもカバーみたいなね。そう、それもいいかもしれないね。あほらなるほど。あいやほんといいかも。これはね、うん、ジムニー JA22 の、はい、純正アルミのデザインに似てるな。まあ、似てるんだよ。あ、そうなんですね。うん、これ鈴木の S が入ってる。あ、鈴木の S 入ってんだ。うわ細かい。細かいね、さすがだ。あれ、タイヤのその形が違うのか。違う違う、こういうのも違うし、はい、このブロックパターンも。へぇ違うので。うわすごい。これはデューラーっぽいね。いや、これはいいっすね。これデューラーで、はい。デューラー、こっちはグッドリッチっぽいね。フランク・ミューラーで、違う違う、グッチみたいって。これがグッドリッチっぽい。グッドリッチ。これね。あ確かにそれかっこいいっすね。まあ好みなんだろうけど。まあ確かにね、そのやっぱあの男女でちょっと分かれるかもしれないですね。うん、で、まあこれがだからオートルビーズさんから、はい、まあ、ネットでも買えるので、はい、買って、はい、もう一度じゃあ、ここ大事なので、はい、もう一度だけ説明すると、はい、動物95ちょっと待ってくれ、動物います。これ大事な話なので、はい、間違えるとやっぱ良くないので、そうですよね。ジムガキチャンネルさんからいただいた DM をそのまま読み上げるから、はい、読み上げるんだ、うん、もう覚えるのがめんどくさくなってんじゃないですか。大丈夫ですか。いや、そういうことだけ。そういうことだ。間違えると困る。間違えると危ないからね。いくぞ。はい。L サイズ T シャツ2枚注文ありました。いや、ちょっとごめんなさい。あの T シャツも完売しましたんで。あ、そっちで。そっちじゃないですよ。違えてるんだぞ。それは違う人でしょ。いや同じ。あ同じ人。俺 T シャツやってくれた人。あデザインが、デザイナーが。デザイナーさん一緒なんすか。あそうなんだ。センスあるねやっぱり。さっき言ったんですよね最初に。ジムガキチャンネルさんの DM 読み上げます。はい。今回の、はい、新型コロナウイルスが、はい、動物たちにも影響があることを知りました。うん。括弧泣き。うん。通常保護団体は、うん、不遇な環境にある犬や猫を愛護センターや一般の方ブリーダーからレスキューして、はい、新しい家族を探す活動をしているそうですが、はい、コロナの影響により、うん、3密を避けるため新しい飼い主を探すための譲渡会が自粛によってできないそうです、うん、保護する犬猫はどんどん増える、はい、保護することにより餌代など飼育にかかる経費も増します、うん、そうだね。ちょっと割愛して割愛するか。コロナ困難になり、うん、経済的に苦しくなった飼い主さんたちは、はい、飼育できなくなり保護団体さんに助けを求めます、うん、そしてどんどん保護する動物ちゃんが、うん、増え続けるという悪循環が保護団体さんでは起きているのです、はい、で、このジムガキチャンネルさんが、はい、オートルービーズさんにその話をしたところ、うん、オートルービーズさんが賛同してくれて、うん、このタイヤカバーの商品の売り上げから必要経費を差し引いた収益の一部を、うん、公益集団法人、うん、アニマルドネーションさんに対して寄付し、うん、コロナで困っている多くの動物ちゃんたちを救うためのプロジェクトをスタートすることに決めましたと、はい、でコロナウイルスの感染が落ち着くまでは、うん、それを続けるそうです。あ、小さな一歩がトンボ、うん、なんで今セミが飛んできましたよ。いやごめんなさい、びっくりしました。カメラブレちゃいました、ごめんなさい。真剣な話してるぞ。いやそうですよ。いやいやいや、空気読めよセミ。そうよ、油ゼミでしたけども。というわけで、まあこれを買うと、まあ、タイヤもおしゃれになりつつ、はい、困ってる動物を助ける手助けになると、はい、うん、それからまあ、概要欄にいろいろ細かく載せるんだが、はい、ジムガキさんのね、はい、インスタグラム、ぜひちょっと探してもらって、はい、ハッシュタグ、うん、コロナ動物救済プロジェクト、はい、そして、
繋げていただけると助かると、うん、はい、いうことです。なるほど。うん、いや捜査官、うん、あの今日の会は本当真っ当なあの捜査官らしい仕事をしたって感じですよね。そうね。はい。うん、初めてですね。初めてじゃないよ。え？いや初めてだよ。初めてですよこれ。いいですよ、こういう仕事やっていきましょう、もっと。そうね。はい、あの動物好きな方はぜひ。そうね、うん、ご協力いただければなと。まあ動物好きじゃない方もぜひご賛同いただければ。そう、本当に。あとデザインがいいんでね。そうね、まあ、そこ大事。本当いいですよね。ただ募金するんじゃなくて、うん、あのちょっとこういうね、おしゃれなタイヤカバーがね。はい。でもこの取り組みがこうあのちょっとあの認知度がもっと上がれば、うん、こう街でこうジムに乗ってこれをつけて走ってる人、あみたいなね。そう、一緒一緒、俺もこれ持ってるみたいな。そういうこと。はい、なんかいい人にあの巡り合えるような感じにします。そうね、うん、いいことだよ。いい話だよ。いや本当ですよ。皆さんぜひぜひね、一回ちょっとググってみて、はい、ぜひあの買う買わない別として、はい、概要欄飛んでいただいて、はい、その動物が今どういう状況にあるのかを見てほしい。そうですね、はい、URL を貼るので、うん、ぜひお願いします。はい、ぜひあの皆さんご協力よろしくお願いいたします、うん、はい、じゃあサムネ撮っていこう。はい、はい、じゃあこれなんで入れ替えてるか分かるか。え、なんで入れ替えてるか分かるか。え、それあ、それつけちゃうんですか。じゃあの実際は、はい、あっちつけるから、はい、うん、あの違うやつでサムネ撮ろうと思って。あ、そういうことね、うん、いいんですか、そんなんで。え、違うやつでサムネ撮っていいんですか。これは俺一生つけることないので。おい、使えねえだろそれ。一生つけることねえってどういうことだよ。本当にすぐできちゃうんですか。かぶせるだけ、かぶせるだけ。あ、本当に。うん、じゃあ最初からやってみようか。うん、まずこれダスク。はい、ほら、おばあちゃんのシャワーキャップみたいになってるから。本当ですね、うん、でかすぎますけどね。うん、そんな感じでね。はい、まあこの場合は全体的にイエスを縦にすれば、うん、そうかそうか、そういうデザインだからね。鈴木の S がちょうど真ん中に来るような感じの方がいいのか。鈴木の S かどうかわかんないけど。そうですよね。スパーリーの S かもしれない。スパーリー関係ない。スパーリーさん好きだな。そうだか、ちょっと S ずれてんじゃないかな。本当だ。はい、カバーを回すか、タイヤごと回すか。あなたの肉体ならどちらでも大丈夫ですよ。お、いいですね。これはかっこいい。うん。私たちはできること精一杯やっていきます。よろしくお願いいたします。